ジャクソン・デ・フォーレスト・ケリーは、アメリカ合衆国の俳優、スター・トレックシリーズのドクター・マッコン役で知られる、ジョージア州アトランタで生まれた。父は、バプティスト教会牧師のアーネスト・デービッド・ケリー。母は、クララ・ケーシー。地元で著名な医者であった叔父が助産した。幼少期、教会の聖歌隊で歌いながら、歌うことの喜びと自らの歌の才能を見出した。 ついに読書を始め、アトランタのラジオ局 WSB に出演するようになった。ラジオ出演の結果、パラマウント劇場のルー・ホーブズとその楽団との契約に至った。それがディフォレスト・ケリーが芸能人であるということの楽しさを味わった最初の経験であった。 1943年3月10日から1946年1月28日まで陸軍航空隊の士官兵として第二次世界大戦で戦ったカリフォルニア州ロングビーチでの延長滞在を終えた俳優としての仕事を積むために以後の人生をカリフォルニア州で暮らそうと決意した地元の劇場で案内係として働きながら貯蓄し引っ越し費用として 十分な金を貯めた。母親の激励を受ける一方で、父親の反対にあった。結局、ロングビーチに住む、叔父のケイシーの元に身を寄せた。カリフォルニアに来た海軍訓練映画の撮影中、パラマウントのスカウトに見出された。偶然にも、ケリーはもともと医者のキャリアを積みたかったのである。デフォレスト、ケリーの最初の映画は、低予算長編映画の、フィアー・イン・ザ・ナイトであった。 続いて、脇役での仕事を得る。その多くが、西部劇の映画とテレビドラマであった。映画は、工業的ヒットを収め、ケリーは初めて全国的な有名人として、大衆の目に留まるようになった。その後、ハリウッドアルバムに出演し、主演男優としての名声を高めていく。数年後、ケリーと妻キャロリンは、ニューヨークに移り住むことを決めた。キャロリンは、 ワーナーブラザース本社での仕事を見つけ、舞台での仕事とテレビの生放送番組での仕事を得た。しかし、ニューヨークで3年過ごした後、ケリー夫妻はハリウッドに戻った。そこで、ユーアーゼアの1話に出演した。このことがきっかけで、OK 牧場のケツトでモーガン・アープを演じた。初めて大作で重要な役を与えられたのである。これがきっかけとなり、 映画の申し出を3本受けた。9年間主に悪役を演じ、その役に面白さと演じ会を感じていた。テレビと映画どちらにも印象深い名声を築き上げていった。一つの型にはまることを恐れた映画 w ェ e ラブ Love h とテレビのパイロット番組333ンゴメディに出演し、それまでの方と違った役に挑んだ。後者は、 元警察官のジーン・ロッテンベリーが書いた作品であり、数年後、別のロッテンベリー作のパイロット番組、ポリス・ストーリーに出演することになった。こちらもヒットしなかったが、これがきっかけとなり、スター・トレックに出演し、ドクター・マッコイとして、人々の記憶に残ることになった。百六十六年から百六十九年にかけて放送された、スター・トレックオリジナルシリーズにて、 1979年から1991年にかけて制作された6本の映画版、スター・トレックにて、ドクター・マッコイを演じた。また、新スター・トレック第一話、デネブ製の法廷に、転送装置の嫌いな大液体特役で出演した。スター・トレック出演後、ドクター・マッコイの印象が強く、他の役を演じる申し出が舞い込んでくることは、実質的にないと分かった。 テレビと映画に少し出演したが引退したも同然であった。1990年代後半に TLC のインタビューに答えた自分自身が最も心配していることの一つはスタートレックの多くのエピソードの中でドクターマッコインが口にしたキャッチフレーズ死んだよジムが自分自身の墓石の命に掘られてしまうのではないかという懸念であると述べた。趣味で詩を書き始め ザ・ビッグ・バード・エス・ドリームとザ・ドリーム・ゴーズ・オンという詩集を出版したが、そのシリーズを完結することはできなかった。カリフォルニア州、ウッドランド・ヒルズで遺願のため79歳でこの世を去ったからである。残された妻キャロリンは2004年10月に亡くなった。スター・トレック・オリジナルシリーズの主な出演者の中で最初に死去した俳優となった。ありがとうございます。